さて、マリオ&ルイージ RPG の方ではですね、残りの3つを探すことになります。マメイリア城から北の方にあるということで、それを見つける前なんですけど、あのですね、この前装備に集めたら、こちらクライマックススーツというものがありまして、まあ、こちらは自分の HP が戦闘開始時に削れるんですけど、その代わりパラメーターがアップした状態で戦闘が始まるんですね。さらにエライフォースがついてるところは、このルイージ実はですね、最近気づいたんですよ。やばいことになってますね。その破壊力をちょっと知ってほしいんで、ちょっとまあ早速やってみましょう。さあ行きます。まずはエンカウターアタック、ルイージ踏みますね。行きますよ。はい、ドン。いいのかなこれで。もっと言うとですね、ステータス見てほしいんですよ。HP が半分になる代わりに全てのステータスが強化されるんですね。今ルイージは信じられないステータスになっています。 HP が70であること以外なんですけど、ただそのディフェンスも341って強化されてるんで、あまり変わらないんですよね。これはね、 GBU にはなかった気がする装備なんですよ。ということで、攻撃を260から放たれる全体攻撃サンダーブロス、いきます。いきますよ。はい、ちょっと上を失礼。はーい、とっかさあ、ここの先に進むにはですね、このノコノコをどかす必要があるんで、早速どかしましょう。突進でどかすと。あれあれ、どかせない。よし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 。この北側だからここだと思うんだけどな。ここだよね。あ、どこだここ。あ、シアター。あ、スタービーズはこんなのつけてる。ちょっとちょっとちょっと、やめてやめて、それスタービーズ、それ僕たちの。なんかさ、この前のクリスマスツリーといえど、おおお、手が。なんだよ、お前ら。旦那様、気安く話しかけるんじゃないよ。どうせまがお金が目的で強ってきたんだろう。旦那様、忙しいの。お前ら相手にした暇なんかないの。帰った帰った。スタンビーズってことを知らないの、可能性が高いのか。あ、スタンビーズ四つ目方かけな。旦那様、聞いちゃいけません。なりませんよ。どうせまた適当なこと言って、お金騙せよってわけですよ。あ、よしいるよ。よしよしいる。出て言う、出て言う。ん？あ、だははは。話の分かる人で助かった。お前は黙ってなさい。おぉ。いや、そんな驚かなくても。いや、これは失礼いたしました。おや、私の顔に何か。というか、何か、まあ、インパクトがすごいっちゃすごいような。え？あー、それは発想はしなかった。バッカーラに似ているとな。あ、うん。まあ、あ、そうだろうね。俺知ってるもん。だって。ふん、それは、私が、バッカーラの弟だからでーす。弟、こんなことやってたんだねっていうね。私のはボドール。伝説の昭和職人の弟で、ヨッシーシアターのオーナーになりほどお金持ちで。そうですね。クリボー RPG はヨッシーシアターの中でやってるってことになります。ヨッシーファンクラブの解消ではないです。だから体が卵なのか。この劇場もヨッシーズムダム様がヨッシーのために作った映画館だぞ。それで、どんな話でしたかな？まあ、スタービーズが欲しいって話ですよね。なるほど。この看板の飾りがどうしても欲しいということですね。うんうん。そうですね。よろしいでしょう。ちょうど看板の飾りになると思って手に入れたものですが、あなたこそ差し上げます。お、でもそんなすぐにはちょっと、なりません。なりませんよ、旦那様。あれ？さっき見た。それさっき見た。さっき見た。卵、横火、やどしの横火、久しぶり、また見た。ただし、交換条件があります。うん、そうだね。まあ、すぐにはね。この看板は我が形状の顔ですので、このかけらに代わって、看板を飾り立てるあるものをと思ってきてもらいましょう。まあ、きらびやか。ネオン卵ですかい。ネオン卵。そう。美しく光り輝くという。7つのネオン卵と引き換えに、このかけらをお渡ししましょう。
7つの、ね、無理です旦那様、これはどんくさい行くといけずら2人のそれは無理なんだよ。3回目やで3回目よなかなかタフやなあいつも。いいですかお二人さん。ヨシがある食べ物を食べると、はい、ネオン卵を産むと言われてます。劇場の中にお腹を空かせてヨシが7匹、あ、なるほど、そういう感じか。ある食べ物を見つけてヨシに食べさせてください。ネオン卵を手に入り、なおかつヨシの空腹も満たされる。まさにみんなハッピーではありませんか。まあその通りではある。さすが旦那様、お広い懐もさることながらヨシのことまで考えていらっしゃるとは。お前たちボケ立ってないで旦那様に感謝するんだよ。感謝が終わったらちょっとネオン卵を持ってくるんだよ。そういえばネオン卵について詳しいお方がこの劇場どっかにいましたね。何を食べればヨッシーがネオン卵を産むのか、そのためはどこにあるのか。そうだね、まずはお腹を空かせたヨッシー7匹この中にいるってことになるからね。あ、待って、わー、へえ、鳴き声ついた、すげえ、ヨッシーとかさ、鳴き声がさ出るようになったんだ。これも完全進化だな、 GBA からの。へえ、あー、こういう顔をしている人たちがヨッシーの、お腹を空かせてヨッシーか。じゃあ誰が知ってんだろう。いかにも私はこのヨッシーシアウトを整形した献血クターのマディビーさんではなかろうか。そしていかにも私は城下町にいる町人は認定にありではなかろうか。いたな、まあ、城下町に同じようなグラフィックのやつ。何、ね、ネオン卵とな。よくぞ私がネオン卵フェチだと。フェチ、はい。そう、ある時は建築家、ある時はインテリアあり。しかーし、その実態はネオン卵大好きだよではなかろうか。そうか、で、まあまあ人のね趣味嗜好はね、まあ人それぞれですかね。何、ヨシが食べるとネオ卵を産む食べ物とは。それはフルーツ豆ではなかろうか。地面の中に埋まっている豆エリア特有のフルーツではなかろうか。まずフルーツ豆は地面から掘り出し、つまり、ハンマーって言って潜らせると、で逃げたフルーツ豆をヨシに食べさせればネオ卵は手に入る。なるほど、その豆がどこにあるんだよ。でもね、あのね、おじいさん、フルーツ豆はね、いつの見つけたかないんだ、ぴょーん。そうか。ではなかろうか、古本。しかし、わしが今まで集めているのは雑貨機は伊達じゃない。だいたいこの辺にもう渦前あるのかな、マップ。すでに私の頭の中に、くっきり、はっきりと浮かび上がってるのでは。なかろうか。なるほど、じゃあ、なになに、君たちが見つけ出すの、うん、まあルイージはね、下の豆を掘り出す力がありますからね。オッケー、教えちゃう。だいたいこの辺にフルーツ豆はマップ教えちゃう。どこら辺、あ、豆エリア上付近なんだね。なんかめんどくさいね。印をつけたら、ね、草か石が何かを囲んでいるようなそんな怪しいとこを見つけたらフルーツ豆が眠っていても違いない。なるほどね、割と結構大変だな。じゃあさ、ちょっと探してきます。わかりやすく言うとこういうことか。草か石が何かを囲んでて、こういうところか。これを7個繰り返すのか。あのね、ちょっと欠点があってね、見えないんすよ見せてもらえないんですよね。さっきのあれを見せてくれないんで割と不便です。もう丸暗記、さっきのキャプチャー使うか俺があ、でも、あ、え、あ、あ、邪魔なんだよ、ほら。ん、なに、あ、フルーツ豆あった。あ、さっきの食べちゃった。おい、ダメだよ。俺の。でもルイージこれ一人になっちゃうんじゃないの？ルイージこれ一人ボス戦？まさか。
でもこれさ、ルイジ、見せてやれよ、お前の能力。わかるよね。今このステータスで君一人で僕にさ立ち向かってるっていう危機感はある？ほう、へえ、はい、あっ、あっちょっと待ってちょっと待ってああ出てきた。え、あれ？あれ？なんか小さくない？やるいじくん、君が助けてくれたね。ありがとう、助かったよ。いや、なんで小さいの？それにしてもルイジくん、随分でかくなったね。いや、違うんだよ。お前小さいんだよ、なんか知らないけど。なんでそうなってんの？なんでお前どこにいたの？なるほど、自分が小さくなったって気づかなかったよ。ルイジくん、ついでに僕の体にどうにかまた壊せないかい？できるけどさ、マリオにしか効かないもんだと思ってるけどね。ハンマーや、こういう時こそ。そんなことができる、君の強いクリボーじゃなくてブラボーだね。そんな照れることじゃないよ。いや、小さくなってもエフェクト起こさないでよ。普通そうはならんけどな。いや、もういい、エフェクト起こすな。元に戻ると輝きも違うね。そうだね。ルイジ君ありがとう。あれ、豆は？あ、そうそうそう、豆。さっきパックの中で拾ったものだけど。あれが中ボスと思うとなんだか複雑な気分だ。マメックスタービーズ探す気あんのかな。にしても次の水だ。必ず僕は、いや、あ、赤い日のせるのすぐ下にいるんですけど、挨拶していかないですか？バイバイ。はてさて、ネオン卵をですね、手に入れるために普通な、必要なフルーツ豆7個、まあ無事集めてきましたので、これでね、スターミツが手に入るのかな？じゃあネオン卵をあげます。はい。バイ、フルーツはいただきます。あ、いいね、ヨッシーの鳴き声。パンじゃねえよ。パンじゃないんです。イエーイって、ヨッシーの鳴き声が聞ける。ヨッシーファンにはたまらねえな、これ。じゃあ、まあ、これ7回繰り返すんで、ちょっともうさすがに、ね、ちょっと2倍速とか高速化にしときますね。というわけで、これで OK だね。全部ネオン卵が揃ったので、これでじゃあ、もうスタービーズもらえるのかな？割かし何もしてないお気がするんだよな。ルイージが全部ワンパンした動画になっちゃうよ、このままじゃ。いいのか？それで。さすが。私が見込んだ二人。まさしくそれはネオン卵。早速と釜に取り付けましょう。ああ、いいじゃん。ヨッシーラスト合うんじゃん。やりました。やりましたね。おー、いいねー、ヨッシーらしさがある。やったー。万歳。お二人のおかげで我がヨッシーシャートも完成です。では約束通りこれをどうぞ。割と何もなんかボス戦っぽいのなかったな。いや、あったんだろうな、あったんだろうけど、あれはな。さて、このね、下にキャハールのアトリエっていうのがありまして、ああ、なんか、あったわ。いつも水を飲むだけでポップできちゃうアシスタント募集中なの。2級は空から降ってきて変な豆なのと。ということで、まあこれもうなんかすでにやっちゃったんですけど、この下にね、スタービーンズの豆の印があるんで、早速そこに向かっていきましょう。キャハールって誰だにしても。いや、覚えてんだけどさ。どんなね、お美しい方なんでしょう。なんで例えたら、お美しい方なんでしょうかね。
おお、鍵に重大に取り付けてあんな。おお、なに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 、ぎょえ、なになに、無理ざんす、みんなあんな大道具は無理ざんす。何があった何があった、うっぷ、水飲みすぎてしもた。おじいちゃん、おじいちゃん無理したらあかんって。まあ、マリオもおじいちゃんだけど。あ、怒ってるな。まったくどいつもこいつ、この調子で困るの。うん、あら、一緒になんの。あっちしは天才ファッションデザイナーキャハールなの。ご存知、ご存知、まあいいの。あんたたちポップアートのアシスタント希望ね。うまくやってればバイト代を出すの。バイト代は、そこにあったね、鍵ついてたスタービーンズ。空から降ってきた豆なの。まあそうか、スタービーンズってことは、パーニョぐらいしか知らんのか。パーニョぐらいね、人気の人だったらわかるんだけど、通通してたらわかるんだね。ない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 。そう、じゃあ早速。はい。うおぉ、ボムヘイ3つ、ポンパード手伝ってもらうの。ちゃちゃちゃってちゃちゃっと終わりするの。あー、マリオを使ってうまいことやらないとダメか。まず水を飲んでポンプができる状態にするの。ポンプができる状態になったら、この足型のところに乗るの。まあそうだね、マリオ頼むわ、じゃあ。マリオしかできないからね、今作はね。残念ながら。はい。で、ハンマーで、お、ミニゲームだな、完全にこれ。作業の流れを説明するの。これは、服に色をつけるの。B ボタンで水弾を発射してカラボムちゃんに当てるの。やってみるの。あ、青色になった。当てたカラボムちゃんの色が、なるほどなるほど、塗り絵みたいな感じになるのかな。服の色になるの。2体以上のカラボムちゃんを当てると、服の絵同時に当てたカラボムちゃんを混ざった色。そうだね、やっぱ塗り絵と一緒だ。それともう一つ、服に色をつけたら間違えたと思ったら、あー、なるほど、何これ、色をつけたら模様をつける、模様もあんの。うまいこと狙うとあかんってことか。これだと青のチェックになるってこと。あー、なるほど。うわー、難しいぞこれ。はい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 。模様ボムちゃんの模様は丸、縞模様とチェック、あ、水玉とチェックってことか。2つ以上とかあんのかな。はい、星になる。結構いろいろありそうだね。服を4着完成させてもらうの。よし、オッケー。服の色は赤で、模様は何でもいい。じゃあ早速やってみましょう。あ、色が違うんだ。赤だけを狙う。なるほど、赤だけを狙って次は模様は何でもいいと。じゃあ模様は何でもいいんで、もう何でもいいですね。当てればオッケーということになりますね。はい、どん。こうなると。そうなの、これでオッケーなの。次、どんどん行くの。次は、黄色チェック柄。さあ、狙わなあかんね。狙います。黄色だけが単独になるその瞬間。難しい。難しいな。あ、ここいいんじゃない？水玉当てた瞬間にボム兵は止まるんだ。それを利用しよう。チェック柄、チェック柄、チェック柄、チェック柄ね。当てた瞬間に戻る。あー欲しいですね。違うの、こんなんじゃない。あ、分かった分かった分かった。なるほど。まあ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 ね。はいはい、次。服の色紫。ってことは、青と赤を同時に当てろってことだ。言ってるのは。ここだよ。で、水玉模様って言ってなかった？さっき。水玉模様ね。水玉模様だけを狙う。あー、真ん中が一番難しいところだね、それ。当てただけに止まる。よし、オッケー。次、どんどん行くの。次は、オレンジ、オレンジ色？赤と黄色だ。赤黄色の星模様。赤黄色。赤黄色、赤黄色。赤黄色が一緒に来る。難しい。一番難しいんじゃないこれ。青だけが別のところに行くという瞬間。この瞬間だ。じゃあ。で、星は大丈夫だね。よし、終わり。これで終わりなの。もう手に入るんですか？2球豆をあげるの。もうそんな簡単にくれていいの？こんなミニゲームで終わり？はい。終わり？奪われるとかない？
あれ割とすぐ終わったな。コツが分かると簡単なんだね。さあ、残り1個。いよいよ次で最後だね。